サンタのところ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 開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬、無肥料で育てています。その果実を使って道産のてんさい糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。開拓田舎暮らしサンタのところ伊藤サンタです、我が家のブルーベリー最盛期でございます。今日はブルーベリーのよもやま話っていうのかな。ブルーベリーってね、新しい20世紀に品種改良されてできた新しい果物なんですよ。それで、なぜ生まれたかっていうとですね、イギリス空軍、二次大戦の最中にね、イギリス空軍の夜間飛行テストで、成績のいい、パイロットがいたんですよね。で、そのパイロットの食事を調べると、ビルベリー、ブルーベリーの原種ですね、のジャムが好物で、すごいいっぱいトーストにつけて食べてたらしいんですよ。で、それをきっかけにこうベリーのアントシアニンっていうのが目にいいっていうことが分かって、この生で食べても甘みを増したり粒を大きくしたりって品種改良されてできたのがこのブルーベリーなんですね。で、ブルーベリーってね、こう追熟しないんですよ。追熟ってこう、もいだらそっから熟すること、色はつくんですけど、色はつくんですけど、そっから甘みを増したりはしないんですよ。で、まあ普通こうやっぱ輸送のことを考えると、熟する前に、木で熟する前に取るんですよね。そうするとやっぱりね、ブルーベリーの本当の美味しさっていうのはなかなか味わえない。やっぱりブルーベリーの一番美味しいのを食べたいと思ったら、自分で摘み取って食べるっていうのが一番ですね。だからブルーベリーが酸っぱいっていうイメージを持ってる方は結構いるんじゃないかなと思うんですけど、木で熟したブルーベリーはとっても甘いです。ヨーロッパではね、こうバカンス1日ベリー摘みをして1年分のジャムを作って取っとくなんていうのがね、昔の人の習慣だったようですけど、ヨーロッパのね、アメリカとかね。
ベリー摘みも好きな人とっても好きなんですよね。楽しいっていうか狩猟採取が、楽しいのと一緒かな。で、我が家のブルーベリー、摘み取りブルーベリー、摘み立てブルーベリーを発送、今一回売り切れちゃったんですけど、もう一回できるかな。今注文に応えるべき一生懸命取ってます、食べてますけど、それでうちのこの摘みたてブルーベリーはね、こう木で熟したのを取って送ってるので、とても美味しいです。あのとても評判がいいです。まあその分多分ちょっと日持ちしないのかなと思うんですけど、まあ粒に食べきらない人は冷凍庫に入れてもらったら1年間くらいね、こう冷凍のまま食べてもいいし、スムージーとかにしてもいいし、まあまあジャム作ってもいいし、ヨーグルトとかね、冷凍のままポンと入れてね、バニラアイスとかね、何でもそうですけど、やっぱりその今梅の話もしちゃおうかな。梅の木もね、木で熟すの待ってるんですよ。だいたい熟してきたから気合い入れて取るかな。なかなかねそれだと量取れないんですけど、やっぱり美味しいを一番に考えてやりたいなと、美味しいを届けたいなと思ってるんですけど、まあ理想と現実がの狭間の中で適量適規模っていうのを、でどこまでね本物を追求していくのか、採算、売り上げ、利益、悩ましいとこではあるんですけど、まあとにかく目によく、体にいい、そして、完熟した木で完熟したサンタのところのブルーベリー、ぜひ摘み取りに来てください。なかなかね、北海道与一も遠いという方は、ホームページにもう一回タイミング載せれたら、今の注文終わってもう一回載せれたらと思いますんで、よろしくお願いします。美味しい。